ニールスの不思議な旅。ニールスの不思議な旅。ニールスの不思議な旅。スウェーデンを、ニールス・ホルジャーソンズン・ダーバラ・レサゲノム・スベリーエー。ニールス・ホルガションの素晴らしきスウェーデン旅行は、スウェーデンの女性作家、セルマ・ラーゲル・レイブが執筆した児童文学。1906年に第一部、1907年に第二部観光。14歳の少年、ニールス・ホルガション少年が、トムテ、 妖精によって小人にされ、ガチョウのモルテニやガンの群れと一緒にスウェーデン中を旅する。この物語はスウェーデンの国民学校教員協会の特本作成委員会がラーゲルレイブに依頼したものである。1955年以降2回アニメーション作品が制作されたほか、1962年にスウェーデンにて実写映像作品が2011年に スウェーデンドイツにて実写及び CG による映像作品が制作された。スウェーデンの二重苦労な紙幣の表面には作者セルマラー・ーゲルレーブの肖像が、裏面にはモルテンに載っているニルスの絵が印刷されている。また、スウェーデンの地図制作会社社のロゴマークのモチーフにもなっている。スウェーデン南部に住む安泊でいたずら好きの少年、ニルスはいつも 家畜をいじめてばかりだった。ある日曜日の朝、両親が教会に行って、留守の間にニルスは妖精を見つけて捕まえるが、妖精に魔法をかけられ、小人にされてしまう。小さくなったニルスは、動物の言葉を理解できるようになるが、普段いじめられていた家畜たちは、ニルスの小さな姿を見てここぞとばかりに復讐しにかかる。課長のモルテンがたまたま通りかかったガンの群れに、 飛べない鳥とからかわれ、悔し紛れに飛び立ったところ、モルテンを捕まえようとした、ニルスも一緒に飛び立ってしまう。ニルスとモルテンは、ガンの軍の女隊長を悪化に認められ、ガンたちと一緒に、ラップランドを目指して旅することになった。ニルスは、モルテンの背中に乗って、ガンたちと共に空を飛び、様々な土地を訪れる。ニルスは、悪化隊長やモルテンをはじめガンの仲間に、 時には励まされ時には厳しい出咤を受ける。行く先々で様々な動物たちと出会い、触れ合ううち、ニルスは次第に成長していく。やがて一行はラップランドに到着し、一夏を過ごす。秋になり、今度は南のスコーネ地方を目指して、再びキロへと旅立つ。ニルスの家が近づくと、悪化隊長はニルスに、 妖精からの伝言として元に戻るには、モルテンの命をイケに差し出さなければならないと宣告する。一足先にモルテンがニルスの家へ帰ると、ニルスの両親はモルテンを売るために締め殺そうとする。ニルスは思わずモルテンを殺してはいけないと叫び、気がつくと人間に戻っていた。帰ってきたニルスが勤勉な少年に成長したことに、両親は喜ぶ。 人間に戻ったことで鳥の背中には乗れず動物の言葉もわからなくなったニルスは夜明けと共に飛び去ってゆくガンの仲間たちに別を告げるのだった。その他、小役や本案が多数ある。1955年にソ連で中編のフルアニメーション映画ザックルドバニー・マルチャックが制作された。45分36秒。冒頭の妖精に小さくされるまでのエピソードは かなり短く BGM に合わせて歌い語りするミュージカルに準じた作りである。ズルギツネ登場のエピソードは音楽も含めて非常に丁寧に描かれてる。後に日本で制作されたテレビアニメでは採用されなかったエピソードにニルスが本の文字を読んで動物たちに内容を説明するものがある。そのシーンから連続するネズミを笛で誘うエピソードや首都ストックホルムで イニシエの王様の銅像が動くエピソードなどが忠実に再現されている。結末はモルテンがニルスの両親の家に帰ってきたところを母親が小屋に閉じ込めてしまい、ニルスがその小屋の鍵を外してモルテンを逃がす。それを見た妖精が直々にニルスを元の大きさに戻すというものであり、両親が、ああ、 モルテンは戻ってきたのにニルスは相変わらず帰ってこないと嘆いているところに元に戻ったニルスが窓をノックする場面で締めくくられている。1980年に日本でテレビアニメが制作された。アニメーション制作はスタジオピエロ。本放送は1話29分で全52話。当時の学習研究者、持ち株会社制以降後は、 学研教育出版教育 ICT 事業部デジタルインテンツディビジョンに管轄移行が制作し NHK 総合テレビで同年1月8日から1981年3月17日まで放送された。後にテレビ東京系列や UHF 系列さらに CS のファミリー劇場で再放送され NHK 衛星第2放送では 本放送に準じたオリジナル版、1992年の衛星アニメ劇場での再放送並びに民放版、予告ヤンディングが省かれたものの両方が放送された。2010年3月からキッズステーションで、2010年4月13日からトルブで、いずれも本放送に準じたオリジナル映像のデジタルリマスター版が放送れた。アイキャッチは、 セルアニメでなく人形の造形によるニルスとモルテンを映したものである。ハープのグリスサンドに合わせて照明が回転するが人形は動かない。NHK での初回放送時に日立製作所がキャンペーンキャラクターとして使用している。テレビ版、DVD ボックスが2002年に発売された。劇場版の DVD、VHS も発売された。放送時間は 当時娯楽枠となっていた総合テレビジョン、火曜日夜7時ニュース後の19時30分から29分間を基本とした。終了後は番組のお知らせ1分間を挟み、歌のビッグステージが放送された。しかし、放送期間中、日本憲政史上初の事件が大きな影響を与えた。次の内閣総理大臣、大平正義の死の前後に、 第36回衆議院議員総選挙と第12回参議院議員通常選挙が同じ6月22日投票で行われることになったのである。テレビジョン放送が完全にデジタル化されて以降、NHK では選挙制度変更なども相まって放送局がある都道府県に関係する選挙区の政権放送のみを行うことを基本としいるがアナログテレビジョン放送では 実際の電波が届くエリアと都道府県域が必ずしも一致せず、関東では7都県全域が1エリアとなっていた。また、政権放送も早朝や深夜前半のみならず、ゴールデンタイムにも行われていた。こうした事情から、選挙期間中は政権放送が優先され、ニュースセンター9時を休止せざるを得ないほど、放送枠が足りない状況となり、第20回と、 第21回は放送時間を1時間繰り下げる措置が取れた。制作者の学研が自社の学習教材、年の学習シリーズで取り上げるほどの子供を対象とした番組でこのような事態は異例だった。さらに北九州など一部放送局ではエリアの関係上林県の政権放送を放送しなければならない事情があったため、さらに時間が繰り下げられ、 NCQ 代替ニュース放送後の21時15分開始となる事態とった。1982年に劇場版オリジナル上編版が制作されたが、完成した後も制作の学研の都合でビデオソフト DVD 化されたものの長らく劇場公開されなかった後日。主題歌 Beautiful m e l o d y 挿入歌は劇場版オリジナルのものが使用された。 2011年12月27日に NHKBS プレミアムで放送された。制作から実に34年の2015年1月初の劇場上映1月31日から2月6日まで渋谷アップリンクが実現した。スウェーデンではテレビアニメの一部のカットがスウェーデン政府観光局の CM にも使われた。この他にハンガリー、ドイツ、 ベルギー、オランダ、フランス、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、イスラエル、トルコ、フィンランドなど、世界中で放送された。劇場版は最初ドイツで流通し、その後各国でも、ビデオや DVD として流通している。フランスでは、テレビ版、DVD ボックスが2005年に発売された。音楽は、日本オリジナル版の地と、河内のものではなく、チェコ出身で、 ドイツの放送局 ZDF に勤めていた作曲家カレルスボボだがドイツ版のために作曲した音源を各国で使用した。各国ではキャロットはカロルカロル、レックスはスマイリー、スマーと呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。